さあ今日は何をするかと言いますと、はい、ちょっとね、はい、以前 YouTube で、うんうん、山本さんが買ったものについてお聞きしたいんですけども、うん、は、何でしょうか。使ってんのかな。あー、まあまあまあ確かにね、まあ、いくつかは思い当たるけれども、うん、まあほとんどのものは使ってないよね。なんで使ってないんだよ。おにぎりんぐのことですよね。おにぎりんぐ使うのはプロポーズの時だけでしょ。おにぎりんぐの話じゃないですか。おにぎりに入ってるリングの、はいはいはい、おにぎりんぐの話じゃないですか。違うんですか。違いますよ。何何何、あれかな。お、ピンときましたね。使ってないね。なんで使わないの。あのちっちゃいメガネね、サングラス。あれはもうプロポーズの時しか使わないでしょ。使うんだよ。なんで俺らにちっちゃいメガネしてファッションっていうキャラクターで結婚しようっておにぎりング出すんだよ。それじゃないんですよ。多分おかしいだろう。もうだからそれじゃなくて、うん、何、最近買ったもので。最近買ったもの、はい、まあ、ズバリポケモンね。あー、ポケモン、うん、はいはい、ポケモン買いました。ポケモン買いましたよね。買わされました、あの初代のポケモン。そうそうそう、買わされた。やってる。やってない。なんでよ。なんでやるのよあれを。だって楽しくないじゃん。あー、なるほど。あの一緒にやれる人がいないからさ。そう、それをね、うん、今回はちょっと危惧しての企画なんですけど。ああ、そう。やっぱりね、ポケモンで一番楽しいのは何だと思いますか。うん、ポケモンで一番モンスターを捕まえるところじゃないの。そんなものはこだ。なんてだよ、ひどい言われようだな。一番楽しいのは、うん、ポケモンを交換すること。ああ、なるほど。そういうのがあるらしいとは聞いたことあるよ。そうでしょ、うんうん、してますか、交換。全く。だって相手がいないもん。ほら、できる相手、あの初代のポケモンやってる人なんて今世の中にいるの。いや、探してないでしょ。探して、でポケモン、レアポケモンを探すよりも大変なんじゃないの、うん、そのポケモンをやってる人を探すレアポケモン初代やり人が一番大変なんじゃない。今日はちょっとやっぱり交換した方がいいんじゃないかな。いやいや、だから交換するものにいないから、その人が、うん、やってる人がね、うん、もうミュウツーの方が簡単に探せると思うよ。あー、実際の、うん、実際のミュウ。そう、新宿とかにいる、うんうん、やばいミュウツーみたいなおじさんいるでしょ。いるいるいる、うん、あっちの方が多分簡単に見つけると思うよ。あー、なるほどね。俺はミュウツーだーって言って、あの覚醒器持っているね、中央公園とかで。俺を見つけてみろっていうミュウツーおじさん、まあ、だから、うん、ちょっと交換をしに行こうかなと思って。いや、もう相手はいないと思うけどな。うん、だから最悪ね、うん、一回は交換する喜びを知ってほしいと思ってるわけ。あー、楽しいらしいね、でも交換するとね。だから、うん、もう本体を交換しようかな。どういうこと。本体を交換って何。街に行って、うん、やってればよ、うんうんうん、相手もゲームボーイ持ってて、うん、初代の赤か緑持ってて、うん、そのケーブルがあればできるのかな、うんうん、そんな知らねえけど俺も。責任持てや最後まで。それがあれば交換できるかもしれないけど、うん、それが無理だったら、うん、ちょっとわらしべ長者的な感じで。わらしべ長者、うんうん、その人が持ってる何かと、うん、ゲームボーイと、うん、ポケモンを交換するってのはどうかなと思って。え、本体ごとってこと。そうそうそう、誰かに俺それごと渡して何か別なものをもらうってこと。ポケモンを交換する。ポケモンとポケモンを交換じゃないの。ポケモンと何かを交換する。何かっつっちゃってるじゃん。え、それも俺がポケモンあげてるよその人に。あげてない、交換してる。交換してない。それポケモン交換っていうの。そうだよ、言うよ。違う、ポケモンとポケモン交換するからポケモン交換なんでしょ。あー、最近はね、うん、初代の時はポケモン本体とガムとか飴とか交換するとポケモンと交換だから。ブツブツ交換のことポケモン交換ってことだろ。そうだよ。えぇ、ー、うん、あ、そうなんだ。ポッケのモンと交換のことだろ。ポケモンと。あ、ポッケモンだ。そうそうそう、ホルモンみたいなことだ。ホルモンみたいな。そう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 、知らなかったですか皆さん。ポケモン交換って言うんだ。そう、ポケモンと、うん、ポッケのモン交換ですよっていう。じゃあ、あなたのポッケに入っているものと交換してくださいってこと。そう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 、ポッケモン交換しませんかってこと。そう、ポッケモン交換しましょう。今思いついたよね。今思いついたよ、いやいや、そのポッケモンに関しては。昨日徹夜で聞かないけど。誰とね、この YouTube の誰とね、そもそもスタッフがいねえじゃねえか。いやいや、もう大学教授とかぐっすり寝てるじゃん、うちのスタッフも。もうシステムエンジニアとかバッと集めて、いませんよ。明日ポッケモンの交換しよう。交換です、だから。どこでやんのよ。街中です。街中で。じゃあ、じゃあそれで言うと、うん、俺もポッケのもんでいいわけじゃん。ポッケモンとポッケモンを交換しましょうじゃん。それだとポッケモン交換。いや、それでいいじゃん。ポッケモンすぎるじゃん。あくまでポケモン交換だから。ポッケモンゲットだとなるから。あくまで山本さんが持ってる初代ポケモン、ゲームボーイのね、うんうん、持ってる持ってる。持ってきてもらっていいですか。一回。はい、これね。いいね。はい、来ました。はい、こちら初代ゲームボーイ、うん、そしてポケモンの赤ですね、これね。赤っていうんだね。
もうなんならあの日以来やってないよ俺は。そりゃそうでしょ、だって裕福かよ。そういうことなの。買ってやらないってこと。ちょっと一回行くよ、うん、このポケモンをね。なかったことみたいになってるけど、ピコーンって何。この音はもうゲームボーイでしか出せない。でもやってないんだとやっぱもったいないし、まあな、この子もかわいそうだから、うん、今から街にいて、うん、すみません、あのポケモン交換してて、うん、ポケモンとポッケのもん交換させてくださいって、うん、で、あ、最後ポッケじゃなくてもいいんで、うん、それだともう趣旨変わってるじゃん。あのバッグの中にあるもの、うん、バックモンでもいいし、いやバックモンだとそこにいるバッタとバッタモンと交換でもいいですし、偽物みたいな言い方するけど、バッタモンって何。それをちょっと一回一回でも交換させてあげようよ。一回交換したらなくなっちゃうじゃん俺これ。それはさ、うん、一回だって何回も交換できないでしょ。いや、じゃあ今回もうあれしよう、うん、あの正論はなし、うん、ジャイアン、オブザジャイアン。ジャイアン中の中のジャイアンじゃん、それそれは正論すぎるもん。ジャイアンを集めた中で、うん、一匹だけ現れると言われてるジャイアン、オブザジャイアン、真のジャイアンね。ジャイアンのものすら俺のものっていう。のび太、今回正論やめようぜ。もうそれはもうしょうがない。今回はだから皆さん、正論はなしでいきます。これを一回議論にならないよ、正論なしだと。で今回なしですから、なしルールでやりますから。一回これをあげたらなくなっちゃうじゃんという正論は今回なしです。はい、一回でなくします、これを。え、せっかく買ったやつもうあげちゃうってことだね、はい、せっかく買ったっていうのは正論ですよね。正論はなしです。俺が無理やり買わされて、はい、YouTube のために買わされたものを一応大事に持っておきました、はい、これを人にあげたくないです。これも正論も正論、正論ですね、はい、今回それはなしです。正論なしでやります。もしかしたら、うんうん、めっちゃいいものと交換の可能性あります。あー、ポッケの中になんか超いいものが入ってる可能性もある。そういうこと、うん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 、8万突っ込んでるやついるかもしれない。嫌だろそいつは。交換したくないだろ、向こうの了承を得たいってことでしょ。でももうポケモン交換ですからね。モンダミとか入ったらどうなん。それはポケットにあるモンダミですから、ポケモンですよ。ですよね、はい、ただポケットに入れてある人肌に温められたモンダミほど嫌なものはない。気持ち悪い。刑事さんがいて犯人探してるモンタージュ入れてたらどうすんの。そうするとモンタージュがポケットにあるんで、それポケモンです。ポケモンですよね、はい、でも犯罪に関わるようなものと交換するのは良くないと思うので、やめたいと思います。でもそれ正論だよ、今のは。あ、じゃあ交換します。じゃ今からこれとモンタージュを交換しに警視庁に行きます。モンタージュなんか誰が持ってんだよ。まあ、まずは、うん、土砂降りの外に出ましょう。今雨降ってますよね。降ってます。そうなんですよ、はい、それが嫌なんですよ、僕。だって昨日そんなこと考えずに考えちゃったからもう。いや、なんか大学教授と一緒にやってんでしょ。そう、天気予報士が気になってたんですよ。そこだけいないのか、キャスターと。わかりましたよ。ちょっとまあ人がいるかどうかわかりませんけども、うん、ちょっとこの今からこれを誰かのポケットに入っているものと交換するってことね。そういうことです。じゃあもうこいつとは二度と会えないわけね、俺はもう。じゃ あ、まあ、そう、じゃあ最後に聞いて、うん、最後にピローンだけよかったら、うん、分かりました、お願いします、はい、うしご。いや、ぬらりと帰るなよ。さあ行きましょう。はい、ゲットだぜ。さあ来ましたよ、外に。外にっていうか、はい、なんでうちの近くの公園でポケモンを交換するん。いや、ポケモン交換といえば公園で子供たちがやっぱり。いや、わかるけど、そろそろ集まってくるでしょ。いや、見て、ウォーキングデッドの世界じゃん。いやいや、もう荒廃して誰もいなくなったじゃん。そんなことよ、もうここなんて交換用のテーブルでしょ。いや、どこがだよ。ここでポケモン普段みんな交換するってこと。ここでやるでしょ。いや、もう誰もいないじゃん、この公園。一応これ持ってきたけども。あ、持ってきたね、うん、ポケット入ってるちゃんと。ポケット入ってるよ。よしよしよし、うん、ポケットポケットモンスターだろ、これだと。そういうことです。うん、まずは、うん、ポケットのありそうな人探そう。いや、ここで騒いでたら、でもしかしたら、うん、あ、撮影かもしれないって見てくれるかもしれない。そうね、うん、ちょっとまだ子供たち学校の時間かな。いや、もう来ないのよ、ここに。まあ確かにまだ3時ぐらいですか、うん、まだそうだね、3時4時ぐらいだね。やってようかな、もう、うん。まあ、とりあえずここで8時まで待ってみて。待たない待たない、なんで5時間もいなきゃいけないのよ。ダメだったら移動しますか。ちょっとやってた方がいいよ、やってた方が、うん、通った人が。前は夜だったから、うんうん、見えなかったけど。はいはい。うわ、楽しそう。うわ、楽しそうだな、ポケットモンスター。さくらやってくれてるよ。ポケットモンスターだ、楽しそうだな。いいな、ポケットモンスター。いいな、ポケットモンスター。やめて、離れてくって。離れてくって人がむしろ。ね、僕もポケットモンスターやりたいな。でも、ね、
ちょっと離れてみりゃ、うん、やっぱ怖いな。シゲルボーイやってるおじさん。シゲルにしようと。こいつシゲルにしてみよう。ちょっとあのもうちょっと離れたところでやってもらっていい？あの監視カメラのマークの前で。うわ怖い。ゲームボーイやってるよ。ポケモンゲットだぜ。うわ怖い。あポケモン楽しいな。すごいね。さあこの後ついにおまわりさんが登場。誰もいないじゃん。誰もいない。ね。寒い手冷た。なんかこうさ、うん、誘い文句やってよ。なんかやってるなっていう感じで人をさ引きつけるような。お前の中で人を引きつけるのはコンテンポラリーダンスなんだ。アレグリア。アレグリアだ。お前好きだな。シルクのソレイユ好きだな。アレグリア。アレグリアやってる。アレグリア。アレグリア。ダメだ。アレグリアじゃ人が集まってこれ。あんなに面白いのに。来るからだでもアレグリアな。キダムだったか。ああキダムな。くそう。人通りが少ないな。向こう行くか。向こう行く？ちょっと人通り。やりながら行くかじゃあ、うん、道を。そうだな、うん、なんかいつもの景色だな、相変わらず。渡るか、ここ、はい、反対側行くかね。恒例のこと聞いていい？なんです？飽きたでしょ私。うん、もう飽きてない。もうさ、置いとかない、ここに。いや、ダメだ、ダメだって。誰か拾ってくださいって話か、交換なんでしょ。話変わってくるじゃん、それだと。優しい人に拾ってもらいたいと思います。名前はサトシです。猫みたいに。そう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 。それがいいんじゃないかな。全然ポケモンやってないじゃん、誰も。これモンスターボールじゃないね。これは違うね。違うね。これじゃないね。それじゃないね。似てるけど。いや、参ったね、本当にもう。人が少ないね。人が少ない。オペラシティのとこいれば、もしかしたら、誰かいるかもしれない。はい。あ、すみません。こんにちは。今、我々 YouTube やってるんですけども、はい、撮影映っても大丈夫ですか？マスク状態で。ああ、マスク状態大丈夫ですか？すいません。あれ、我々のこと知ってていただきました。ケンタッキーの動画。ああ、ケンタッキーの動画。嬉しい、ありがとうございます。ちなみに、あの、お年とか聞いてもいいですか？29。もう世代だ。世代？本当？世代世代。本当？世代世代。ちなみになんですけど、ゲームってします？ああ、全然しゃべっちゃって。昔、昔やってましたか？軽く、本当です。軽く、例えばどんなのやってたかちょっと聞いてもいいですか？あ、本当、まあ。はい。姉のお下がりでポケモンとかするす。本当に本当に、すいません、本当に本当に言わせてしまったようですけども。すごい。もう一回聞いてもいいですか？あ、ポケモン。お前一の一だよこれ。これが席です。すごいねお前。それはそうです。お仕事中ですか今？いや、ちょっとまあ、うん、今仕事辞めたばっかり。仕事辞めたばっかりで。あ、そうなんですね。でもネクタイして外出られてるんですか？証明写真撮ろう。証明写真を撮ろうと思ったんだ。あ、なるほど。だから上半身しか写んないから。確かにカジュアルとフォーマルが共存してらっしゃる。確かに。あ、ここだけ上しか撮らないから証明写真これでいいやと思って下サボったんだ。面白い、このコントラスト。いや、確かに。すごい、あの上下の貧乏ちゃまみたいな。そうマイクは後ろかっていうね。ちょっとこれはもうこの方しかいないよ。こんな一言目に出るなんてなかなかミラクルだ。どうよ。実は今、うん、以前 YouTube でね、うん、ポケモンを買ったんですよ、山本さんが。でね、ポケモン交換をしたことがなくて、で今日ちょっとポケモン持ってきたんですけど。持ってきました、はい。それを交換できる人を探してて、できればお兄さんに交換してほしいなと思ってまして。ちなみに、はい、僕のポケモンこれなんですよ。はい、はい、後ろ見てください。ポケモン、はい、赤が入ってるんですけど。これ知ってます？そもそも初代のポケモン。やっぱそれを、うん、姉のお下がりでなんか。この時代やってましたか？はい。すごいよ。すごい人引いたわ。でちょっとお願いがあるんですけど、ポケモン交換をしたくて。あっても探せるかわかんないし。でも大丈夫です。今回は、はい、山本さんのポケモンと、お兄さんのポッケに入ってるもんで交換したいなと思って。もう本当にむちゃくちゃ何でもいいんですよ、ポケットに入ってたら。なんかわらしべ長者みたいな。本当に察しがいい。なんとなく今探ってもらって、なんか交換できそうであれば。ちなみに財布以外何入ってますか、ポケットって。ちょっとポケットチェックだけ。全然めっちゃ入れてくれてる。これなんですかこれ？これあれ、イヤホンね。100円ショップのイヤホンじゃない、これ。お前、原価聞いちゃってるからダメだ。使ってるからダメ。衛生的に。いや、いい人、衛生的にダメなんだ。すみませんね、職質みたいになっちゃってる。じゃあ、例えば、証明写真はもう撮ってないですか？撮ってないですね、まだ。今から。だから、あっちで撮るから。あそこにあるのよ。髪の前に。本当だ、本当だ、あるのよ。じゃあ、これどうですか？
兄さんが証明写真撮ったら、はい、その1枚と、はい、このポケモン交換するっていう。いらない。俺初めて会ったお兄さんの証明写真いらないのよ。でもお兄さんこんだけ面白かったらもうほぼポケモンだから、うん、レアポケモン、レアポケモン、初代のミュウツー。そうです、初代のミュウツー。今からじゃあ取り行きますか、とりあえず。こんな何枚かどれでうち1枚じゃもらっていいってことですか。これと交換でもいいですか。ありがとうございます。いい、じゃあご一緒しますんで参りましょう。じゃあなんなら、はい、お題もね。あ、そう、お題も山さん出して、うん、あ、じゃあお題出して行きましょうか。じゃあわ、ほら、これがポケモンですよ。冒険を一緒に過ごす。一緒に冒険。仲間が増えました。差し支えなければこう、あだ名とか全然よ呼びやすい感じで。はい、何くんと、うん、何さんとか。いいでしょ、さっきの、なんだっけ、貧乏ちゃまでいい。貧乏ちゃまって、俺が適当につけて。すいませんね、本当にね。上下で貧乏ちゃま。普通前後なんですけども。じゃあ、私お代お支払いしますので。そりゃそうです。はい、お代は私お支払いしますので。すごいな、今回の企画。初めて会う人の証明写真代を出してみたりしよう。サムネ。ポケモン関係なくしよう。むちゃくちゃだよ。見たことないよ、こんな話。でも今度さ、山本さんが仕事行くときさ、うん、ホームの向かいでお兄さんこれやったら大爆笑だよ。面白いね。やってくれてんだっていう。あの人を追えってね。そう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 。はいはいはい。払います、払います。上着持ってあげて、山本さん。あ、上着持ちますよ。はい、いいですよ、いいですよ。スタイリストさんだと思って、お兄さんが。はい、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 やらせて。上着を持って、バッテリーとかいっぱい。何これ。全然してる。一番いいものにしましょう。一番高いやつ。うん、もう一回光ったな。ピカチュウなんじゃない。もしかしたら。見えた。今めっちゃ光ったけど、今。あの人ピカチュウなんじゃない。もしかしたらあり得る。払います、じゃあ今から。はい、はい、払いました。はい。はい、よかった。閉めますよ、じゃあ。はい。はい。ショップの店員さんみたいな。証明写真、おごりました、私。やりました。払わせていただきました。はい。よかったね。いい門出になるといいね、これがね。うん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あっ。今これ実際出てきました、こちら。はい。はい、ちょっと裏返せませんけれども。それでも一枚、ちょっとで、ね、切ってきますね、じゃあ。すいません。はい。というわけで、はい、無事に証明写真撮れましたね。はい、じゃあ一回それをお兄さんそれポケットに入れてもらって。人手間だな。もういいよ、それなんだろ。別に普通にくれてもらっても構わないよ。それでは、うん、ポケモン交換しましょう。今ポケモン交換なのね、これ。うん、分かりました。一応山さんからポケモン交換しようぜって。ねえ、お兄さん、ポケモン交換しようぜ。いいよ。かわいい人。はい、じゃあそれじゃ山本さんから。はい、じゃあ僕のポケモンこれです。はい、はい、そしてお兄さん今回はポケットから証明写真。異常だよこの交換。今日の初対面の人と証明写真交換するんだよ。じゃあ山本さんセットしてください、はい、じゃあこれポケモン、はい、じゃあ僕のです。はい、はい、そしてお兄さんの証明写真を交換しました。大成功。この方の証明写真いただきました、はい、ありがとうございます。じゃあ一応せっかくだから、はい、オンにしてもらって音だけ。ああそうね、戦闘式いきましょうか、はいはい、お願いします。近くで音聞いてください。はい、どうでしょう。ちっちゃい。初代の音にかき消されてるよ。音だとちっちゃい。どうですか、ちょっともしお時間あれば、はい、久しぶりにお姉ちゃんとやってみてください、はいはい、まあもうあの売っても何しても大丈夫ですよ。もう、もうあなたのものなんで。はい。はい、でもこれいただきましたんで。そうですね。はい。せーのでポケモンゲットだぜでいいですか皆さん。そうしましょう。はい。それで終わりにしましょう。それではお兄さんと無事交換できました。はい。せーの、ポケモンゲットだぜ。なんだこれ。